コロナが来る前はですね、惑星の破壊、そう、惑星の破壊の活動をね、してたんですけれども、今はですね、もう8割方お掃除ですね。8割方。宇宙一の、活動をしておりますね。まあ、ジャイロキャノピーというですね、ものを購入しまして。まあね、あれですよ、キャベツ確認中っていう芸人のザコちゃんの知り合いからですね、もらいまして、いただきまして。まあ、それも、いただけたらもらったわけじゃないですよ。ちゃんと購入してね、やったんですけれど。今、それで快適にですね、行ってますね。ジャイロキャノンビームって、キャノンビームじゃないですよ。キャノンビームじゃないですよ。ジャイロキャノンビームじゃ。はい。まあ、そういうので、まあ、活動してますよ。まあ、今、主にエアコンですね。エアコン。皆さんね、エアコン、と、臭かったりしないですか？しますね。するでしょ？そのエアコンの匂いの、消し方っていうのをちょっとね、皆様に教えて差し上げましょう。まずですね、エアコンっていうのはですね、まあ冷房にしていただいて、今の季節冷房にしていただいて、一番低い温度にしてください。だいたい18度、17度、16度だと思うんです、一番低いのが。それで、1時間ずっと換気をして、寒いんで1時間換気をしていただいてずっと回してください。そしたらエアコンの内部に結露水というお水が出てきます、はい、その結露水というのが匂いに元になる汚れを包み込んで、その水をですね、流れるホース、ドレンホースっていうのがあるんですけれども、そのホースからですね、匂いの元の汚れがどん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 落ちていくという、そういうね、裏技があるんですよ。素晴らしいでしょね。それともう一つ、お風呂、ね、お風呂のカビとか気になりませんか？カビ。ね。もうですね、ゴムパッキンの中に入ってしまった、カビ。それはもうね、まあ、カビキラーとか、ああいうのを買わないと落ちないんで、もう諦めてください。ただですね、よくなんかこう、横に付着してる黒いプツプツとかあるでしょ？それはですね、なんと、50度以上のお湯で、カビというのはですね、退治することができるんで、それをですね、こう、もう一週間に2回ぐらいでいいです。もうずっとですね、お湯、50度以上のお湯をですね、お風呂全体にこうパーッとかけてあげてください。まあその時も汗だくなりますからね。もう汗だくなりますけど、パーッとやってください。もうサウナ効果もあるみたいな感じですね。それをやると、なんと、カビが生えにくくなります。素晴らしい！何ですか、この真ん中の私の顔と横の動画は。次はこの横の動画を見てくださいね。そして真ん中のチャンネル登録をなさい。私の目標チャンネル登録者数は53万ですからね。キエイ。